どうもリゾです、あいみょん愛を伝えたいだとか、タブ解説ですね。これは、またレギュラーチューニング、いつも通りですね、レギュラーチューニングの、ニカポで現金になってますんで、まあ好みで、やってみてください。で、譜面にですね、16ビートスイングフィールと書いてるんですけどね、これあの16ビート16部が普通に跳ねればいいんですけど、なんでフィールで書いてるかというと、僕もあの厳密に全部の16部をきっちり跳ねてるわけじゃなくて、なんとなくなんか跳ねたり跳ねなかったりみたいな感じで弾いてます。これはあの原曲がなんかあいみょんさんが歌ってるリズムがなんか跳ねたり跳ねなかったりとかしてるんですけど、バックの音楽を跳ねたりとかなんか割と曖昧な感じだったんで、まあ僕も曖昧に跳ねてる感じです。なので僕の場合はなんかその跳ねにくいとこは跳ねなくて、まあ跳ねやすいとこは跳ねてみたいな感じで僕は、やってるんで、まあそこら辺ちょっと好みで調整してみてください。イントロブラッシングなんですけど、ブラッシングはあの左手でこう軽く触った状態で、この16部のとこ跳ねてますね。こんな感じでやってるんですけど、24に僕はアクセント入れます。でこのアクセントの時に別に僕はこのパームっていうんですかね、これ別にこれ鳴らすつもりないんですけど、なんかアクセント入れる時にこうやったら入れやすかったんで、僕はこうやってアクセント入れてます。でコードに入っていきます。これストロークですね。 Dm7 Asm7 Am7、 G7 のとこだけストロークじゃなくて指弾きにしてるんですけど、これはあの次に入りやすいためですね。 G7 だけ指弾きして次に入っていきますと。で、ギャロッピングですね。カッコの中の数字は親指で弾くと、親指で弾くんでベースとこう交互に来るようにしてます。これあの譜面パッと見た時にカッコしてないと何が何だかよく分かんないんで、こういう風に表記してますと。で A セクションは結構僕あの深めにブリッジかけてるんですけど、これあの割と掛け具合コントロールというか調整してて、サビの時はちょっと薄めにかけてたり、むしろ全くかけなかったりしてますね。 A の時は割と深めにかけてます。このぐらいですかね。ぐらいな感じになるんですけど、ギャロッピング苦手な人はですね、もうとりあえずしっかり譜面を見てですね、まずこういって、次こう同時に弾いて、同時こう、あ、ここはこういう風に動いてるんだと、ここは同時じゃないんだなと、みたいな感じでこう細かく最初は見ていた方がいいですね。で慣れてくるとそれが、だんだん速くなってくるんで、最初は時間かかるかもしれないですけど、根気との勝負ですね。で右手の指に関してはもうほとんど A メロに関しては薬指使ってないんですけど、出だしのとことかはここは、薬指使ってますけど、あとはもう人差し指と中指が多いですね。こういうとこも、中指と薬指ですね、まあ、この2本が一番早く動きやすいんで基本これでいってますと。で6小節目は Em7 ですよね。こういう押さえ方でこうプリングを使ってますね、小指で、もう気をつけるのはあのギャロッピングぐらいですね。9小節目の B7 ちょっとややこしいんですけど、よく見るとすごい単純ですね。左手の指使い、この B7 のこの3つの和音を押さえといて、小指でプリングしますね。ちょっと難しいですけど、薬指でプリングか。この子は小指でハンマリングですね。次の Em7 はこんな感じになってます。この5フレットはあのよく見るとあのグリスなんですけど、これグリスマークなんですけど、適当なところからこう滑らせて大丈夫ですね。滑らせるとかどこでも、このスライドが入るだけで結構雰囲気変わるんで、ちょっとジャズっぽくなるというか、なんかウッドベースっぽくなるんですよね。でそのまま2回目の A も一緒ですね、はい、2回目の A 一緒で、サビに入る前が
これちょっと難しいですね。まずこの G のこの音に入るときに、まあ、グリスで入って、僕はここの3フレットもスライドで、スライドというかグリスで入ってます。始まるフレットはどこでもいいですよ。でサビに入るとですね。でサビに入ったらもうブリッジをここら辺をちょっと薄くするか薄くかけるかも全く離しちゃって大丈夫だと思います。ちょっと盛り上げたいんで、でサビはですね、多分小指重心を結構使いこなさないとかなり難しいんですよね。あの小指重心分かんない人は僕のセカンドチャンネルの重心の話というところで小指重心の話してますんで、僕はこのサビの部分でかなりもうひたすら小指重心ぐらいの感じでやってます。一回見てもらうと、最初も小指重心ですね。このスタートがもうすでに小指重心で、小指重心のままいって、ここ一回ちょっと寄るんですけど、またここで小指重心です。ここも小指重心のままこういきます。ここも小指重心です。この B7 も小指重心じゃないと結構きついですね。だからもう常にこう小指が結構曲がった状態でプレイしますね。人足指重心の人はこう伸びちゃうんですよね、小指が。そうするとあんまり動きが悪くなっちゃうというか、音も綺麗に出ないし、なのでせっかくなんでここで小指重心を意識してやってみてください。でもう一回サビの頭に戻ると、最初はこう4本制覇で、次は B7 もバッとバレーで、こう小指がこう大活躍ですね。次も4本制覇ですね。1弦から4弦まで Em7、小指のプリングがやった後にベースがウォーキングします、ね、こういう感じになってます。ここきついんですけどね。とりあえず頑張って小指をこう11フレットまで伸ばして、とりあえずこのベースと弾いたらこっちに戻ります。で今2枚目ですね。さっき出てきたベースラインと一緒です。で、これね C メジャー7、ごめんなさい一発目消えてるんですけど、これハンマリングですね。まあでも雰囲気でもこれハンマリングだなって分かると思うんで、バレーコード、ここもハンマリングですね。これ僕の指使いですけど、僕はハンマリングを小指で言ってて、Em7 のところですね。そのまま小指こう伸ばして、そのまま小指スライドです。でまた小指で戻ると、ごめんなさい、だから小指がずっと一弦についている状態ですね。ちなみに言うと C メジャー7の時も僕はハンマリング小指でやってます。ここはそんなに問題ないかなと。サビのとこはこの右手ですね、薬指結構使うんでちょっと難しいですよね。でまた一緒ですね。で29小節目、これも一緒です。 B7 のとこはただ押さえてるだけでいいんで、 B7 のコードを、あと右手がこう動かして、で1カッコです。少しストローク入れますね。結構激しめに入れちゃって大丈夫です。これは僕の手癖フレーズですね。 Em ペンタです。ちょっと3フレットの時に僕クォーターチョーキングしてるんですけど、あんま上がってないんで気にしなくていいと思います。でリピートしますと、あ、僕今回そういえば3ピック言ってませんでしたね。3ピック使ってるんですけど、こういうフレーズの時全部ピックでいっちゃってもいいですね。どちらでも指使っても大丈夫ですね。で2回目は2カッコでこう決めがあって、でちょっと落ちたところに行くんですけど、ここやっとギャロッピングなくなるんでちょっと一安心ですね。ここでも問題ないと思います。
36小節目かな。最初こうバレエを浮かしといて後でこう押さえるんですよ。この B7 のとこですかね。僕こうやって言ってますですね。開放からまたバレエすると、でここもごめんなさい消えちゃってるんですけど、これプリングですね。 C メジャー7、まあプリングしか考えられないんで、これはプリングですね。で僕はこの3フレットから5フレットにこう小指でスライドして、そのままこう B7 に入ります。こういう形になりますね。結構 きついです。これも小指重心ないとかなり難しいです。でこう B7 の頭に入って、でストロークなんですけど、一応こう矢印の向きを僕こう変えたんですけど、僕はですよ、別に真似しなくてもいいんですけど、アップから入ってダウンしてチャカをダウンアップでいってます。で次の C メジャー7の頭をダウンピッキングですね。でこのブラッシング2発なんですけど、厳密にはブラッシングじゃなくて、なんか僕もどこ弾いてるかよく分かってない音ですね。これはあの勢いづけのジャカなんで、こっちに移動しながらなんか勢いづけで入れるといいですね。だから音とかあんま細かく気にしなくていいと思います。うん、でこっちの C メジャー7に入って一発入れたら、僕はですね、右手でこうパッと音を止めて、そのままこうチョーキングフレーズですね。でごめんなさい、譜面がねちょっと見にくいんですけど、一応ですね1音上がってないです。半音ぐらいですね。なるべく高く上げるんですけど、僕は1音上げれなかったんで、1音上げるとそんなにスピード出せないんで、うん、あとこの弦も上に上がっちゃうんで半音にしてますね。このぐらい、うん、これもきついですね。もしチョーキング苦手な人は、まあ、やりたい人はあの僕のセカンドチャンネルかな、あ違うな、僕のこのチャンネルかのどっかで多分チョーキング説明した動画があると思うんで探してみてください。いやきついよって人はスライドで大丈夫です。うん、6フレットからですね、スライドしてこっちに行けば大丈夫ですね。うん、その後にこのカッコで0000をブラッシングみたいな感じで書いてるんですけど、これもあれです、あの勢いづけですね。で入るよりはで入った方がなんかちょっと勢いがつくじゃないですか。だからその適当な音です。要はアクセントみたいな感じですね。だからもう音は本当にそこら辺のこの辺の開放弦ですね。うん、なんでカッコで示したかっていうと、なんかそのちゃんとした音じゃないから一応カッコで示したんですけど、あんまり深く気にしなくて大丈夫です。なんかこう適当な音が入ってるんだなと思ってもらって、3発チョーキングしたらこう上がっていきます。指ずっと同じ感じで形で大丈夫ですね。で43小節目から元に戻るんですね。あとは一緒です。でサビ終わったらアウトロ入るんですけど、アウトロの手前が一緒です。さっき出てきたフレーズと一緒ですね。でまたギャロッピングがまたこう、ここまで来れた人ならここら辺楽勝だと思います。一発ストロークしてっていうフレーズですね。意外と弾きやすいんで大丈夫だと思います。ハンマリングとプリングですね、3連符、うん、また戻ります。うん、一発こう結構強めにストローク入れて、でこれも、3連符で上がっていくんですけど、ちょっとクレッシェンド気味にいけると最高ですね。ガーッと盛り上がって最後ガツッと終われればバッチリなんですけど、まあ、かなり難易度は多分高いと思いますんで、まあ、ぜひ頑張ってみてください。どうもリゾーでした。